はい、どうも、サラです。ということで、今回は、覚醒スーパーベジットを使って PVP やっていきたいと思います。このキャラ、一応今回の、イベントの報酬のおかげで貫突できて、で、あとは、ぼちぼち上げてって、今は一応、覚醒6、ユニアビ全開放まで持っていけたので、まあ、あまりか、覚醒7と変わらない状況では使えるんじゃないかな、というね、風になったので、早速使っていきたいと思います。はい、で、使っていくパーティー、一応、サイヤですね。サイヤなんですけど、極ベジも入っていると。いや、こうするとね、正直ね、ちょっと試運転してきた感じだと、極ベジがね、すっごい大活躍して、ちょっとスーパーベジットがね、あんま目立たないシーンがあったりするので、いやー、可能な限りね、極ベジちょっと置いてきながらやっていきたいんですけど、まあ、場合によってはね、選出するみたいな感じでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、試合の方に移りますが、よければ、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、どうぞ。はい、お願いします。お相手ヒットパですね。膨大予測の時に出したあのパーティーですね。いや、マジか。ちょっとこれし、あ、間違えた。単発が途切れている。どういうことだ。まあ、いいや。まだあれ、泥足ついてないんで、そのまま置きましょうか。はいはいはい。で、おかげで、一応ベジータにチェンジできるようになったので、チェンジしていきたい。タックル。単発が出ない。なんで今日単発出ないな。で、打撃は唐揚げ弁当になってんのがちょっと困るな。あー、ミスった。ずらされた。ちょっと打撃案見てからって思ったんですけど、あ、これそろそろまずいんで変えますって思ったんですけど、相手打ってきましたね。これさすがにまだ落ちないと思います。一応ね、この子、耐久も結構上がってるはずなので大丈夫です。スーパーベジットのね、ZRビのおかげでね、余計についてるんでね。ちょっとこれ一回チェンジいないとまずいな。落ちるな。なんか狙われてるな。必殺狙われてるな。タックルいきましょうか。ああ、特殊切らせた。これ必殺さんは飛んできたら、まあ、戦いやすくなるんでいいんですね。はい。大キャン見たい。あ、来ないんだ。あ、やべえ、噛み合った。それはちゃんと返す。とりあえず大キャン振る。あ、最速でかい。それは嬉しいね。泥足あるんで、このまま殴りたいとこだけど、こっちチェンジぐるぐる回していきたいんで、チェンジしましょうか。殴っていく。もう一枚引けるかな。引けない。ストップ。タックル来るかな。あ、来ない。チェンジ入れる。跳ねたの見てから。止める。撃っちゃうか。あ、見られた。やられた。じゃあダメージ分散しながら、雷神が裏受けしましょう。痛いね。トップも強いね。はいはいはい。もらってく、もらってく。雷神飛んでくる。いや、シャアなしだな。これ主役守んなきゃいけないもんね。わかんない。わかんない。正直わかんない。特殊一発切られたけど。ダメだね。まあ、シャアないですね。とりあえず、極ベジでまだ、なんとかね、戦えなくもないので、そこからやりたい。タック行こうか。そう、射撃撃つ。入る、OK。チェンジ来る。ちょっと待って、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 待って。危ない。つえー。単発で落ちる？あ、落ちないか、残念。じゃ見ていく。いかないかな、これ。どうだ。いや、すごい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 。いや、だからこうなるんだよ、ほんと。スーパーベジットも動画じゃなくなっちゃうんだよ。これ、チェンジ入れる。で、特殊カバチェン無効は関係ない。それは関係ないけど、これ誰か一体打ちますね。うん、トッポステイ。これ、とりあえず、メイン来ちゃうか。回避。なんも来ない。タックル。あ、しっかりやられたなぁ。うわぁ、えぐっ。えぐっ。嘘でしょ。面切られるよね。タクミナが下がる。えぐすぎ。何今の。あ、もう一枚あるか。やられたなぁ。やられたけど全然まだこれなら耐えれるんでいいでしょう。はい。いやぁ、ヒットパほんとエグすぎるな。ちょっとスーパーベジットが完全おつや状態で落ちていってしまった。うん、オッケー。なんとかチェンジ入れた。ライジングでもよかったっちゃよかったけど。お、突っ込んできた。
いやー、打つか。あ、入った。それラッキー牧場でこれ勝ちですね。ありがとうございました。はい、お願いします。お相手未来ですね、ということでやっていきます。最初はキル、見える、こうなるから最初にね、タックルとかね、必殺じゃない、射撃を打つのあんまり良くないんですよね。あ、最速でかい。あ、今必殺だったらいけてたな。さすがに外す。お、お、あ、前ユラやられちゃった。はいはいはい。ちょっとあの衝撃的な展開を迎えたあの今試合ですが、なんとかやっていきたいと思います。うん、まあとりあえず普通に行きましょうか。あ、それ止める。タックル回避必殺でいいかな。はい、 OK。 うん、とりあえず見ながら跳ねたの見て打つ。 UG は刺さる。これ OK ですね。落ちますね。ありがとうございました。もう極ベジの動画になっちゃうので置いてきました。本当は出したかった。やっていきます。タックル回避、うわ、ずらしはダメ。ここら辺じゃあ殴っていく。唾液から消化しようか。はいはいはい、殴ってく殴ってく。あえて外す。あ、じゃあもう一発外す。ボット戦かなはいはいはい。ダッシュタックル来る。あ、そのまま唾液来るんだ。オッケーオッケー。殴られていくけど、黄色から殴られるのは痛いね。まあ、ちょっとライジング受けいなくなっちゃうんで仕方なし受けましょう。あ、終わり。じゃあ単発でいなす。下がる、見せかけタックル。あ、ダメ、突っ込んでくる。うん、オッケー。これカット入れた。相手トランクスで気力回復で殴ってくる。あ、もう切ってくるんだ。早いね。これ美味しいですね。普通にまだ回復も結構できるんで、よしでしょう。はい。はい。父ちゃんを切り刻んでいく。痛いね。ちょっと回復入れちゃおうか。跳ねたの見てから打ちたい。これ必殺構えてますね。あ、2連回避でよかったな。跳ねたの見てから射撃打ちたい。OK。回避入れよう。OK。射撃から入れる。ザマス出てくる。バリアットしてから殴って、あ、やばい、外れてる外れてる。うわ、最悪。どういうこと何が起こったんだろう。ちょっとごめんなさい。あの、本当にお相手には申し訳ないことをしたと思います。かぶせたいね。タックルかぶせたら入りそう。いやー、やられた。アーチ消化しとく。とりあえず、カットを入れちゃう。相手トランクスでチェンジしてくる。これ入っちゃうか。あ、やばい、入った。あ、中距離射撃のつもりが失敗した。下がって撃つ。止める。ワンベリチェンジ、跳ねる。うー、やられた。これまずいな、落ちるな。まあ、いや、メイン切ってくるまでちょっと待ちたいな。できた。それをこっちへ受けよう。 OK。 お相手ライジングすかしてる分あるので、2周目溜まるの早いと思ってほどほどで注意しといた方が良さそうですね。痛い。ダッシュタックル入る。 OK。 あ、トランクス来ない。これいいや、もうトランクス来てもいいから打っちゃいましょう。あ、それはラッキーだけど落ちるか体力3枚乗せのね、一応未来なんでね、通りはする。ちょっと甘く見すぎたか。あ、見すぎましたね。あ、見すぎましたね。全然ダメですね。タックル入れとく。跳ねない。消化。消化。跳ねた。そのまま圧。お、やられた。マジで。マジか。そんなことある。あ、やばい。圧消化で打っちゃった。やらかしたな。スーパーベジット本当活躍させれないですねどうやったら活躍できるんだろう。はいはい、殴られていく。打っちゃう。もうないでしょう。うん、 OK。 これ落ちるんじゃないかな、裏のザマス。あ、
チェンジしてこない、オッケー。チェンジしてこないというか、待機ごめんなさい。把握しませんでしたね、今の。とりあえずは、落ちてく。匠が下がる。射撃はしっかりカウンターしたい。お、動かない。動かない。なんだなんだ、動かない。オッケー。あ、入ってくる。あ、それは全然いいや。うん。どういうことだったんだ、今の。なんだ、なんだ、なんだ。何が起こっている。連射してくる。やばい、ちょっと完全に翻弄されてますね。お相手のストップ。それはダメ。こっち。いや、ちょっと、あのプレイ、いいですね。ちょっと真似しようかな。今度から真似しようかな。突っ込む。OK。危なかった。今、冷静にやられてたらちょっと危なかったけど。とりあえず、時間稼ぎたい。ボールも回収できるの美味しい。あ、ダメか。やられたね。これ、速回避いこうか。うわー、ミスったー。お相手もアーチ召喚してたのに。そういえば、お相手まだ湯逃げ溜まってないんですね。未だ溜まってないことに気づく。次に打つ。あ、ミスった。今、前ダッシュ入ってなかった。まあいいや。まあいいや。お相手、即攻めじゃなかったんで、良いでしょう。オッケー、これはさすがにいけるかな。うん、よしよしよし。とりあえずユニゲ溜まってないから、こっちも待ち気味に行こうか。下がって打つ。止める。あ、やばい、カウントがやばい。あ、やばい、これ負ける。よだめ判定負けてる気がする。あ、勝ってた、ありがとうございました。ギリギリでしたね。はい、お願いします。お相手劇場ですね。ということで、最初はもちろん切ってく。跳ねるかな。跳ねたらそのまま射撃打っちゃうか。跳ねたら打つ。ちょっと待って、重たい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 。跳ねたの見てから打つ。これで回復する。入る。入んなくても今速回避行こうと思ったんですけど、ラッキーでしたね。こっちにしとこうか。タックル来ないかな。それ交代から打つって思ったけど、お相手動いてない。あ、オッケー、入るならいいや。やばい、なんかちょっと端末が重たい気がする。ほいほいほい、とりあえず殴っていこう。ちょっと申し訳ないな、これ多分こっちのせいで重たくなってる可能性ビレゾンですね。とりあえず構えたい。あー、釣られたくまー。止める、速回避。 OK、 殴ってく。射撃から入る。来ないか。そうだよね、来るよね。バチコリ飛ばされる。必殺だったらチェンジ。オッケー、チェンジ。ちょ、構えとく。単発キナ打ってくる。跳ねたの見てから打つ。避ける。うー、オッケー、入った。じゃ、ちょっと殴ってからライジングゴーで、一応選ぶのは必殺は結構打ってるんで、こっちでいいでしょう。嘘でしょ、マジか、やられたな。とどめを刺されていく。 OK、 先行入力している。ベジットでいく。いや、どっち来るかな。どっちにしろ外すか。どっちにしろ外しとこうか。ちょっとガンガン陣にしようか。引ける。 OK、ヒール。さあ、どうだ、どう来る。行くぞ、来る。これライジング読みでこっち行こうか。おお、くるくるしている。くるくるしているのラッキー。さすがにチェンジいるか。あ、オッケー。チェンジしない読みで突っ込まれましたね。はい、そっち来る。オッケーオッケー、いいよ。スーパービジット、じゃあちょっとだけ活躍してもらおうか。本当にちょっとになっちゃうけど。
殴っていって殴っていって連射で持ってくと、ずらしメインにしようか。 OK、 対戦ありがとうございました。はい、お疲れ様です。いかがでしたでしょうか。ということで、今回スーパーベジットを覚醒6貫突したので使ってみたんですけども、活躍できん。どうやって使えばいいんだろう、このキャラ。いや、なんだろう。ヨダメ量も結構あって、で、場に出てたら、泥足とかも含めてね、どんどん、あとアーツドローから乗っかってったりとか、相手からアーツ受けたりとかって、まあ、カバチェンから出したりとかってしても、多分どんどんついてくとは思うんですけど、なんか思ったほか出ないなーっていう印象があったりしました。もちろんね、今回サイヤ以外も、例えば、バタと合わせたね、スーパーサイヤ人パーティーとか、あと、まあ、完全紫染めとかなんかいろいろ使ってみたんですけど、なんかしっくりこないなっていうね、そんなようなキャラでございました。というかね、極ベジがやっぱり、ね、強すぎてね、そのなんだろうせいでね、ちょっと微妙に感じてしまうっていうようなキャラでした。っていうことをあんまり言ったらね、叩かれそうなのでほどほどにしたいんですけど、何かね、もしね、このスーパーベジットをうまく使えるようなパーティー、こういう立ち回りしたら強いですよとか、こういうパーティーで使ったら強いですよとか、そういったね情報があればぜひぜひ教えていただきたいです。僕もね、ちょっとそれを真似して一度使ってみてね、改めてね、このキャラの進化というのをね、ちょっと見てみたいかなと思っているので、どしどしね、そういったご意見よければコメント等でお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。